マリア・ウローラ・フォン・ケイニヒス・マルクは、ドイツの貴族女性。ポーランドとザクセンの統治者、アウグスト教王の目かけとなり、王の最も有名な書士、モーリスド、サックス元帥の母となった。あとに、クベード・リンブルク修道院の補佐修道院長、司教座制度参事会会長。ボルテールは彼女を、ロシアのエカチェリーナ大帝と並んで、過去2世紀間で最も名高い女性と評した。 ドイツ内のスウェーデン領ブレーメンフェルデン公領の副総督を務めるクルトクリストフ・フォン・ケーニヒスマルク、白尺とその妻マリア・クリスティーナ・フォン・ブランゲルの娘として生まれた。二人のスウェーデン陸軍元帥、ハンス・クリストフ・フォン・ケーニヒスマルクは、父方祖父、カール・グスタフ・ブランゲルは、母方おじ、にそれぞれ当たる。アガーテンブルク城で、少女時代の大半を過ごす。 15歳になると母に伴われ、スウェーデンとドイツ諸法の宮廷を転々とする生活を送った。1691年母が死ぬと、ザクセン軍将軍に嫁いでいた妹はマーリエ、ビルヘルミーネ・ホン・レーベンハウプとの住むハンブルクの屋敷に身を寄せた。1694年、ザクセン戦帝公のドレスデン宮廷に赴いている。その理由としては、 ハノーファー選定校夫人ゾフィードロテアとの終分事件を起こしたために、同年7月1日から、行方不明となっていた弟フィリップ・クリストフ・ホン、ケイニヒスマルクの救出を要請するためだったとも、あるいは弟の死の確証を得て、弟の遺産を相続する手続きに入るためだったとも、考えられる。若き選定校アウグストは、アウローラより8歳年下で、 しかも前年の1693年に結婚したばかりだったが、アウローラの美貌に心を奪われ、彼女を最初の公式なそばめとした。1696年10月17日、選定公の聖妃、クリスティアーネ・エーバー・ハルディーネが唯一の着室子を出産するが、その11日後の10月28日に、アウローラはコスラーで選定公との愛の子、モーリッツを出産した。 出産から間もなく、アウグストのアウローラに対する関心は、急速に薄れ、アウローラは、クベードリンブルク女子修道院の幹部職員となるよう、図らわれた。彼女は1698年度修道院の、補佐修道院長に、1700年には、司教座制度三次会会長の行為につくが、実際には、修道院での居住の実態はなく、ベルリンドレスデンハンブルクを行き来する生活を、 送っていた。大北方戦争中の1702年、アウローラはアウグスト教王の意を受け、ポーランド作戦政府の外交特使として、スウェーデン王カール12世との交渉に赴いた。会見の場所は、カール12世率いるスウェーデン軍の野営地のあるクールラント地方ビュルツェンであった。アウローラに外交交渉を任せたアウグスト教王の選択は、全くの誤りとしか言えず、 彼女はスウェーデン王から何の情報も引き出せなかった。1706年、アウグスト教王がカール12世に完全な敗北を認めるアルトランシュテット条約が締結された後、アウローラはクベードリンブルク修道院に完全に引退し、1728年に死ぬまで同地で過ごした。1704年から1718年までの長い修道院長空域期間、 修道院の事実上の最高責任者であった。アウローラは多岐にわたる教育を受け、数多くの言語を理解し、その中の数カ国語を流暢に操ることもできた。リュートとビオラダ、ガンバの演奏に関しては、クローとハダシの領域に達しており、オペラ台本、恋愛歌カンタータなどの楽曲作品をも手がけた。彼女の書いたオペラ台本、キュクロプスの三人の娘たちは、 バロックオペラとして1679年、アンスバッハで1680年ハンブルクでそれぞれ上演された。ハンブルクで活動した同時代の作曲家、ラインハルトカイザーは2つの楽曲をアウローラに検定した。19世紀スウェーデンの詩人、カールス・ノイルスキーはアウローラの生涯を長大な女子詩の中に描き、その詩は彼の詩集。 スウェーデン人群像の中に収められた。アウローラフォン系ニヒスマルクハンス・ヨアキム・ブチャー、クリスティアーヌ・エバーハルジン、プリンゼッシン・フォン・ブランデンブルク、パイロイト、カーファースチン、フォンザックセン・ウント系ニキン・フォン・ポルーン、カモリン・オーガス・ツ・デシュターケン、ドレーズ・ドナー・ブーフ・バーラグ、2011、ISBN 978から3から94万1757から25から7、 S76 フォルティシモハンスヨアキムマークスドロテアシュラダー大ハンバーガーガムスマークトオペンカタログデアテキストバチャーラバーラバー1995 S132 オースフルリッキーベシュライブーンウント・オブ・ハンドラインウェルナブラウンフォムリー・ムター・ツームガンスマークトオースデア・フルージュシークトデアルトンハンバーガーオペンチャール・ブルッキン1987 ISBN3 から925036から17から 2ABS89 ありがとうございます。